ワシーリー・バルトリド、ワシーリー・ウラディミロビチ・バルトリドから1930年8月19日は、ロシア・ソ連の歴史家、中央ユーラシア史の解明に大きな功績を残した。欧米諸国では、ビルヘルム・バルトルトという名でも知られる。1869年、裕福なドイツ系、株式仲加人の子として、ペテルブルクに生まれる。その洗礼名は、ビルヘルムで、 欧米では、ビルヘルム・バルトルトとも呼ばれる。早くから歴史に強い関心を抱き、ギムナジウム在学中の1886年に、モンゴル氏の郊外を書いたという。翌年ペテルブルク大学東洋語学科に入学し、アラビア語、ペルシア語、トルコ語を専攻し、ベゼロフスキー及びローゼンの下で、中央アジア史やイスラーム中世史を学んだ。在学中に、諸女論文。 中央アジアにおけるキリスト教を表し、銀メダルを受賞する。また、アカデミー会員ラドルフの地遇を得て、当時の第一線の東洋学者らとの交流を持った。1891年に大学を卒業すると、ローゼンの勧めでヨーロッパに留学し、1896年に帰国してペテルブルク大学非常勤講師となった。 1900年に表された学位請求論文、モンゴル進行期のトルキスタンは一時資料と、現地調査の成果を駆使して7世紀末から13世紀までの中央アジア史の全体像を論じたもので、彼の最高傑作とされ、現在でもこの分野における古典的論考となっている。これは、本来学士号を得るために書かれたが、大学は論文の内容の優秀さを認めて、 彼に博士号を与えた。そのため、翌1901年にペテルブルク大学客員教授となり、1906年には聖教授となった。1913年にはロシア科学アカデミーの会員となり、後に東洋学者協議会常任議長に選出された。ロシア革命後も大学に留まって、教弁を振るうかたわら、世界各国を訪れて、 現地調査や講演を行った。彼自身はマルクス主義的歴史家ではなく、ソ連の民族政策にも批判的であったが、厳密な資料批判に基づく実証的な文献史学によってソビエト東洋学の確立に多大な貢献を行った。1920年代末からマルクス主義歴史家たちによって必要な攻撃が加えられたが、 大粛清の始まる前の1930年、レニングラードで死去した。しかし、その後、バルトリド学派の弟子たちは、ブルジョア敵として、粛清の犠牲になった者もいた。彼は、中央アジア史、トルキスタン諸民族史、イスラーム史について幅広く研究し、世界史における内陸アジア地域の重要性を、初めて指摘した。それまで、後進的とみなされていた中央アジアを、 世界史の中枢と考え、ロシアで伝統的に野蛮な征服者とみなされていたモンゴル帝国などの歴史的意義を高く評価した。そのためソ連の公式の歴史観に反し、中央アジア諸民族のナショナリズムを煽るものとして何度か著書が国内で発刊禁止になったこともある。しかし彼の研究はあくまで原点資料に依拠する厳密に実証主義的なものであり、 学問的な面から彼の成果を否定することはできなかった。生涯に400以上の著書や論文を表し、それらは各国語に訳されたほか、ロシア語のバルトリド全集全9巻にまとめられている。欧米ではトルキスタンの疑問と称され、現在もバルトリドの巨大な研究成果を抜きにして、中央ユーラシア史を語ることはできないとされる。長沢和都氏役で、 調査詩、中央アジア外説誌が出ていた。ありがとうございます。